京成バス、奈良市の出張所。京成バス新都心営業所奈良市の出張所は、千葉県船橋市奈良市のにあり、船橋市、奈良市、八千代市、千葉市花見川区、三浜黒線を受け持っている京成バスの営業所である。2012年、平成24年12月23日に、船橋営業所花川車庫、千葉県船橋市、宮本と、長沼営業所花見川車庫、 千葉県千葉市花見川区作新台からの移転号により、発足した。社内の営業所記号は例を用いる。前身である、船橋営業所の路線の起源は、地元の個人事業者である、白井田持志郎、事業者住所、他日、営業所、百円台により1927年に運行が、開始された京成津田沼駅国鉄津田沼駅、大久保みもみ、みもみ停留所の場所不明。 国鉄船橋駅津田沼十字路役園台、大和田、大和田の場所不明及び、大和田神殿、現、新起戸、平戸の参戦である。全国乗り合い自動車騒乱、鉄道省、1934によれば、当時の車庫は、二宮町役園台223である。その後1935年に、奈良市の乗り合い自動車に法人化されるが、 翌々年の九百三十七年一月二十日に、京成電気軌道京電鉄の全社名が同社を買収し、奈良市の営業所、後の新京成電鉄による、奈良市の営業所とは別のものが新設された。京成五十五年史によれば、同年十二月に、津田沼に車庫が新設、奈良市の車庫、後の新京成電鉄及び、奈良市の新京成バス船橋新京成バス。 奈良市の営業所の奈良市の車庫とは別されたとある。同所に具体的言及がないが、同車庫の完成に伴い営業所を津田沼に移転したとみられる。車庫の場所は、京成電鉄85年の歩みによれば、京成津田沼駅北側となっているが、おそらく国鉄津田沼駅北側の津田沼十字路の北、現在の東部公民館停留所の西側にあった車庫とみられる。 京成津田沼駅北側との記述は間違いではない。その後、神崎線が日野下駅まで延長され、戦後を迎えることとなった。戦後については、1950年の千葉線、船橋駅津田沼十字路広尾長沼穴川十字路、京成千葉駅、1954年に広尾線と改消の開通をきっかけに、畑線、船橋駅津田沼十字路、 三山神殿田三み駅畑小学校は長和十字路、京成千葉駅、四街道線、船橋駅広長沼小新大四街道駅、翌1950年には、ヘルスセンター線、船橋駅、船橋ヘルスセンターと新路線が開通し行った。ヘルスセンターを除けば、ここまでは、比較的距離の長い路線について充実が図られた、時期といえる。その後、 1959年に営業所が花輪に移転され船橋営業所と解消されて今に至っている。ただし、京成55年市には1957年花輪草車上新設とあり、実際にこの場所にバスが出入りしていたのはその時からのようである。なお、京成電鉄85年の歩みに掲載された写真の背景及び 国土地理院による空中写真を見る限りでは今の花輪車と同一場所のようである。花輪に車庫が新設されたのは路線の拡張に伴い奈らしの車庫が手狭になったことが要因であろう。この時期に新京成電鉄が運行していた市内線船橋駅南口を起終点した循環線を引き継ぎ、引き継ぎ後は西船橋駅船橋駅花輪車庫、現在は 船橋駅伊勢のみ、葛飾線、西船橋駅正幸寺入口、市川営業所の葛飾行田団地線参照、久々電線、津田沼駅南口を奇襲点とした、循環線、現在は廃止といったローカル線を、次々と開通していった。また、大久保線についても、日本大学津田沼校舎、現、奈良市の市泉町の新設や山産地の人口増加により、 二宮神社、県営住宅、大久保指定名への便の新設が図られた。増便に伴い、大久保停留所、現、日本大学生産工学部前の東側の停留所近くに、大久保奏車場も作られた。その後には、大久保高段線、津田沼駅大久保十字路大久保一丁目、現、大久保団地や、屋敷線、津田沼駅屋敷町、現、屋敷一丁目の新設が行われた。 このように、花和草社場新設の1957年から、みもみ線、船橋駅、津田沼駅、みもみ駅、やわたせ鉄棒、前、東奈良市の2丁目、大久保線3章が新設された1963年までの間は、ローカル線を中心とした路線のみが図られた時期と言える。なお、船橋営業所開設後、それまでの奈良市の営業所は、津田沼草社場として、 しばらくの間運用を続けることとなった。その後、1970年になると、京成電鉄は組織改正により、自動車本部を設置し、バス部門の輸送体系の抜本的な変更を行った。船橋営業所においては、神崎線における、千尾車庫及び、大久保線における山奏車場、通称、宮間車庫の新設である。それまで、車庫、 または大規模な奏車場は、船橋と津田沼にしかなかったが、郊外に大規模な車庫等を置くことで、運用の効率化が図られた。これと同時に、それまで原則として、船橋駅を起点としていた、長距離路線、広尾線、畑線、四街道線、大和田線、神崎線はすべて、津田沼駅発着に短縮された。同時に、船橋駅を発着するものはすべて、 宮間車庫に行くことになった。これらの車庫等が開設された時点で、津田沼総車場と大久保総車場は閉鎖された。しかし、それでは、神崎線や千葉方面の車の行き場がなくなるので、代替総車場として、津田沼二丁目、当初の停留所は、津田沼駅入り口の総車場、工述するが、現在は、奈良市の企業局近くに移転が割り当てられた。 1970年に袖ヶ浦団地線が津田沼駅南口発着となり、津田沼駅入り口の折り返し場が空き地となったものを要した。要約すると、船橋営業所は昭和45年頃に大久保線各線と神崎線という二つの主観を中心に抜本的な路線の改変があったということである。さらに1981年に幕張本郷駅の開業。 90年代の京葉線開通や幕張新都心の発展に対応すべく1994年に奈良市の市赤根浜に車庫を新設し幕張新都心エリアの路線を一手に引き受けることとなる。2012年8月21日、幕張新都心エリアを担当してきた赤根浜車庫の路線が奈良市,の市芝園に新設された新都心営業所に移管された。これに伴い、 赤根浜車庫は閉鎖となった。2012年に入り、船橋営業所の用地を再開発する計画が持ち上がり、車庫の機能を船橋市奈良市野に開設した奈良市の出張所に移転させることになった。また、長沼営業所管轄下で車両配置のあった花見川車庫も当初の開設により、管轄路線を当初に移管し、花見川車庫はバスの折り返し場、 乗務員の休憩所としての機能のみとなった。なお出張所と名乗っているが、営業所番号は、例が不満されており、新都心営業所の配下にありながら、実質的には営業所と同じ扱いである。京成バスの従前の慣例的には、新都心営業所奈良市の車庫になるところなのだがそうは、ならなかった理由は、当初の近くに、船橋新京成バス、旧奈良市の新京成バス、 奈良市の営業所奈良市の車庫があり、両社とも津田沼駅北口、屋敷、千のみ南口から発着しており、名称の混同を避けるためである。最寄りの停留署名も神経性の方は奈良市の車庫である一方で、京成のものは京成バス、奈良市の出張所として、車庫と出張所の違いはもとより京成バスのものであることを強調している。大久保線は、 奈良市の営業所時代からある古い路線である。当初は、京成津田沼駅、または谷津からを起点としており、津田沼駅を経由した後に、東金尾成海道、現、県道船橋長沼線、以下同じ藤崎、大久保、みもみに至った。その後、時期は不明だが、神崎線と同じく、船橋駅から発着するようになる。戦後、千葉線、調策、広尾、長沼、 穴川経由、畑線開通に伴い、広尾線が開通したのをきっかけに、畑線、三山、三森駅、調作、畑、穴川経由、四街道線も開通し、海岸線、神崎線と並ぶ船橋営業所の大動脈となった。この頃の詳細なルートは不明だが、大部分の便が、東金を成街道を直進していたと考えられる。広尾線、 四街道線の開通により、見もみ折り返し便がどうなったかは不明である。畑線は三山,山を経由するため、東金を成街道から北上、または道道に南下しなくてはならなかったが、当時のルートは不明である。昭和三十年当時は、八幡公園付近西側に道路が全くなかった、旧道もなかったため、ここは通らず、別の道路を通っていたようである。 現在のように、大久保線が莫大な本数になった時期は、昭和30年代ということ以外は不明であり、船橋市及び、奈良市の市統計書にも明確なデータがない。昭和30年代の顕著なトピックとして、1957年に、日本大学の一部が、今の奈良市の泉町に移転、津田沼校舎したことが挙げられる。当時は、今ほど大規模ではなかったにせよ、これにより、 津田沼からの通学手段の増強を迫られたのは、間違いなく、1957年頃が、大久保線増発の時期と推定される。ちなみに、八千代大駅の開設は1956年で、あり、それからほどなくして同駅までのバスも運行開始、三も見駅経由された。新京成電鉄鎌ヶ谷営業所奈良市の車庫、後の新京成電鉄奈良市の営業所、 一度車庫に、再格下げの後、現、奈良市の新京成バス船橋新京成バス、奈良市の営業所による宮山線、大久保、電気のい船橋駅、または津田沼駅の開通は1958年である。なお、当時の費用前、現、日大生産工学部及び、東方大学附属東方中学校高校大久保十字路に、関しては、現在の二車線の道路ではなく、その、 西側直近の急道、現在は車両通行負荷を走っていた。したがって、奈良市の警察日大前は、クランク上に運行していたことになる。1959年4月13日には、大久保高段線、津田沼駅大久保十字路大久保一丁目が、開通した。この路線は、大久保十字路、大久保商店街との交差点を過ぎると、さらに東の交差点。 現在、奈良市の警察署と、京成線路とを結ぶ市道を南下し、大久保2丁目、現在廃止及び営劇前、奈良市の劇場、線路の南側に映画館があった停留所を経由し、さらに京成大久保駅の踏切を渡り、京成大久保駅前にも停留所があった、京成大久保駅南口で合流後、今の大久保団地まで至る路線だった。この路線が走っていた頃は、 大久保十字路陰劇前間の道路も非常に狭かった。なお、当時の終点の停留所名は大久保一丁目である。当時は今の本大久保一の三丁目のほとんどすべて一部を除くが大久保一丁目であり、一番外れの停留所になぜかこの名前がついた。昭和四十二年頃に住居表示変更され、京成線の南側はすべて本大久保となったので、 停留所名は、大久保公団に変更。その後、屋敷線だけの停留所となったが、保険証大久保団地と変更になっている。その大久保公団線開通後のわずか1年後に、屋敷線が開通し、津田沼駅のみならず京成津田沼駅への足さえ確保されたため、多くの乗客がこれを利用し、わずか10年余りで廃止された。なお、大久保公団線はすべて、 津田沼駅を始発とし、船橋駅発の便はなかった。その後、1962年度については、全国バス路線便欄昭和39年度版、全国旅客自動車洋欄編集室、署名は39年度だが、データは、昭和37年度によれば、船橋駅、または津田沼駅を始発として、大久保駅、二宮神社駅、県営住宅駅、 大久保四丁目行き、八千代台駅行きの四系統、長距離線、高段線を除くが運行されていたことがわかる。二宮神社に関しては今と、ほとんど同じであると判断される。県営住宅駅は、市営住宅、当時は、千葉総前を過ぎると、三佐寺を二宮神社側に進み、少し行ったところで右折して、県営住宅停留所に向かっていた。 大久保四丁目行きは開通当時の状況は不明だが、少なくとも昭和40年代以降は、国立病院を経営せずそのまま、大久保十字路に向かい、さらに東に進んで、京弁鉄道跡、マラソン道路の交差点を北上、終点に至った。なお、大久保四丁目終点停留所は、今の停留所の場所ではなく、大久保指定目の交差点のわずか南にあった。バスは一台だけ入れる。 折り返し場が京弁鉄道跡、現、マラソン道路に設られ、必ずそこに立ち寄っていた。2012年11月16日、東、船橋線として分割されていた船橋駅東、船橋駅津田沼駅の系統が、京成バスシステムに移管された。津田沼駅南口から、京成の線路に並行して、京成大久保近坊まで走り、屋敷地区を抜けた後で、 幕張本郷駅に入る路線である。出入庫において幕張西五丁目発着便が、出庫便において幕張西二丁目発便がある。この路線は1960年10月に開通し、詐欺沼、詐欺沼台、本郷久保、屋敷、幕張本郷とほとんどの区間が単独区間となっているが、実はこれより1年半前の1959年4月13日に、 津田沼駅藤崎大久保駅大久保一丁目、現、大久保団地間が開通、大久保公団線しており、大久保駅大久保一丁目間が重複していたことが、あ、大久保公団線との並走期間は10年程度続いたが、結局、屋敷線だけが残ることとなった。屋敷とは地名である。変わった地名だが、当初は今の屋敷入り口。 屋敷一丁目付近にだけ住宅が存在し、これらに隣接するくぼ地は全て田んぼであった。この路線も当初は今の屋敷一丁目が屋敷町として終点であったが、その後、くぼ地部分が徐々に住宅地として造成され、一旦終点が今の屋敷まで延長された。幕張本郷駅、実際には幕張西中学校まで、なお当時の停留署名称は、 学校前まで延長されたのは、同駅の開業に伴うものである。2012年12月23日より、入宿路線としての津65、枠66の新設と合わせる形で、日中以降の時間帯の津62では、一部の便において、京成大久保駅南口で乗務員の交代が行われる。線は、八駅の西口から船橋。 営業所の大久保線と同じルートを走り、ユトリシアの西側を通って、ミモミ駅に至る路線である。ミモミ駅に、京成のバスが乗り入れるのは、1970年代、以来である。40から50分間隔で運行されている。この路線の開業に伴い、奈良市の市ハッピーバス、新都心営業所担当、ミモミ駅ルートの運行経路が変更されている。新規停留所は、 ハッピーバスのものを引き継いでおり、並行する千葉シーサイドバスより細かく設定されている。かつて、長沼営業所の路線としては唯一千葉市内には入らない路線であった。花見川区の北西部に位置する花見川団地と最寄りの八千台台駅を連絡する路線で、元は長沼営業所花見川車庫の担当であった。終日運行されるのは、 団地の中心部を通る便であり、一日を通して本数が大変多く、花見川車庫発着、団地循環合わせて、日中でも、毎時後から6本は運行されている。このほか、早朝にのみ、団地南側の一街区を経由する便が運行される。いずれも、前の利運賃先払い方式であった。団地内は必ず、団地東口、団地西口の順番で運行する。 花見川団地の入居開始時期は、1968年9月であったが、当時は八千台乱駅への道路が未整備で、バス路線の認可が下りなかった。このため、当初は、公団のチャーターによる貸切バスによって駅へのを確保し、数週間を経て、同年10月11日より、形成による運行が開始された。2009年4月より、花見川車庫発着便の一部が、 大型マンションのゆとりしあめで延長された。花見川車庫の路線が奈良市の市に乗り入れるのはこれが初めてであった。2012年12月23日に新都心営業所奈良市の出張所に移管された。2014年4月1日乗車方法を前のり運賃先払いから中乗り後払い制に変更された。以前は花見川団地線と同じく 花見川車庫の受け持ち路線であり、花見川団地と国鉄新手見川駅を結ぶ目的で開設された。花見川団地の記念誌である30周年ふるさとづくりの記録によれば、この路線の開設は入居開始時に住宅公団が提示した約束の一つであったが、道路の整備が遅れ、バスの開通も入居開始1年後まで延期された。また、当初は、 現在の新ケミ川駅ターミナルではなく、少し離れた新ケミ川駅入り口という停留所を発着していた。八千代台駅から新ケミ川駅間は、平日日中は毎時2本、土休日日中は毎時1本程度の運行である。開品幕張まで向かうのは1日3本程度。開業後間もなく八千代台駅へ延長され、さらに1990年代に、 海浜幕張駅や柏井高校に乗り入れる便ができて現在のようになった。ただし、海浜幕張駅や柏井高校を発着する便数は少なく、大半は新ケミ川駅や千代田駅間の運行である。比較的長距離を走る便もあるが、前の利運賃先払い制を採用していた。奈良市の出張所以下の同日、 乗車方法を前乗り運賃先払いから中乗り後払い制変更された。僕小学校通学支援コースは春休み夏休み冬休みを除く平日のみ運行。フルット号は八千代市の交通不便地域を循環するコミュニティ路線であった。京成バスでは試行運行の7ルートのうち西側を走る3ルートの運行を当初において担当している。車両は 専用塗装の小型車である。船橋市の公共交通サービス、実証実験路線として、船橋市地域公共交通活性化協議会からの補助を受けて、実験運行している、船橋新京成バス鎌ヶ谷営業所が、実験運行しているヤギが、谷線及び丸山循環もこの制度による。車両は、船橋新京成バス鎌ヶ谷営業所のヤギが、谷線 丸山巡環線と異なり、船橋市所有のハイエースを使用している。他の営業所と同じ形成バス一般塗装である。移転元の船橋営業所花輪車庫は、日野自動車製の車両が、長沼営業所花見川車庫は2000年まで桜、営業所の管轄下だったこともあり、これを引き継ぐ形で、伊津自動車製の車両が主力だったため、奈良市の出張所には主に2メーカーの車両が、 配置されている。大型車や中型幅車は各路線で使用されるが、車長がやや長く、中扉が4枚折り度の車両もあり、花見川団地線や花見川南線を中心に使用されていた。2018年現在は、ほぼ全車両が日の自動車制となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。